リッチモンド大学は、アメリカ合衆国バージニア州リッチモンドにある私立、リベラルアーツカレッジ。1830年創立。大学院も有しているが、学部での教育により重きを置いており、学部生、約3150人、大学院生、約850人の学生を抱えている。学部においては、学生体教授の人数比は8、1、クラスサイズの平均は16人。 全講義の70%は20人以下の学生数で行われているというリベラルアーツカレッジの特徴とも言える少人数性教育を徹底して行っている。同学はヒドゥン・アイビーの一つにも数えられている。US ニュースワールドレポート紙が毎年出している大学ランキングでは全米のリベラルアーツカレッジの中で25以前をもしくはそれ以内に入る評価を受けている。 同学のスポーツチーム、スパイダーズは NCWA ディビジョン I のアトランティック10カンファレンスに主に所属している。初期の校舎であったコロンビアハウス。1982年に国家歴史登録財に指定されている。リッチモンド大学は1830年、牧師を目指す男子を教育する学校としてバプテスト教会が創立した。その10年後、 1840年には、リッチモンドカレッジという名に改められ、文学や科学、芸術、外国語等を学ばせる、男子大学となった。その当時は、現在のリッチモンドのダウンタウンの北西、グレースストリートとロンバルディストリートの角に立つ、コロンビアハウスに、学長室、教室、図書館、学生寮など、大学の施設すべてが置かれた。1849年、 同学は初めて学士の学位を授与した。しかし、南北戦争が開戦すると、大学は休校し、学生と教職員のほとんどは南軍について戦った。終戦時には、学生、卒業生、及び教職員の約1、5は戦死し、キャンパスは北軍に接収されて、その野営地にされ、それまでに集められた。寄付金は価値がなくなり、設備や増殖は、 戦利品として盗まれた。しかし、1866年秋には、大学が再開した。1870年には、TC、t c ウィリアムズ法学校が開校した。リチャード・ランメルが描いた、リッチモンド・カレッジの長官が1895年には、51年間に、渡って、学長を務めることになる、フレデリック・ W ・ボートライトが就任した。この頃のリッチモンド・カレッジは、 入学にあたっては特に要件が定められていなかった。一方、入学してからの勉強は非常に厳しく、入学した者の,の役に、3は学位を手にして卒業することができなかったほどであった。20世紀初頭、ボートライトはリッチモンドカレッジのキャンパスを現在の位置に移転した。1914年にはリッチモンドカレッジの隣に男女共学のウェサンプトンカレッジが創立した。 やがて1920年、男子部リッチモンドカレッジは、現象のリッチモンド大学に改称した。その一方で、教学部ウェサンプトンカレッジの方は、1991年に教養学部として、リッチモンドカレッジと統合されるまで、別個のものとして残った。1969年、地元製薬会社、a h ロビンズの社長で、リッチモンド大学の理事も務めていた。 クレーボーン・ロビンズは、同学に5000万ドルに及ぶ巨額の寄付をした。この寄付金をもとに、同学は、学術、教育及び学生生活の両面において大幅な拡充を行い、今日のリッチモンド大学の礎を築いた。タイラー・ヘインズ・コモンズから、ウェサンプトン校を望むリッチモンド大学は、バージニア州の州都リッチモンドのダウンタウンから、北西へ約10キロメートル、 地域生誕の住宅地の中に350エーカーのメインキャンパスを構えている。メインキャンパスは概ね、カレッジロード、キャンパスドライブ、UR ドライブ、およびリバーロードの4本の街路に囲まれている。キャンパスのほぼ中央部にはウェサンプトン湖が広がり、この湖を境に北側のリッチモンドサイド、および南側のウェサンプトンサイドに分される。ウェサプトン湖の東端には、 タイラー・ヘインズ・コモンズが立っている。このタイラー・ヘインズ・コモンズのすぐ北側には、大学のメインの図書館である、ボートライト記念図書館が立っている。このボートライト記念図書館内には、教養学部の本部も置かれている。この他、リッチモンドサイドには、ロースクール、ロビンス経営学部、およびジェプソンリーダーシップ研究学部の各本部や、キャロル・ワインスタイン国際センターが立つ。また、 これらの校舎群の北側には、同学のフットボールチームの本拠地である、ロビンズスタジアム、および男女バスケットボールチームの本拠地である、ロビンズセンターが建っている。また、ロビンズセンターの南西、ウェサンプトン湖西部の北岸には、同学の野球場、ピットフィールドが建っている。そして、これらの体育施設群から、カレッジロードを挟んで、さらに北側には、フラタニティとソロリティの、 活動場所となっている、家屋群が立ち並んでいる。一方、タイラー・ヘインズ・コモンズのすぐ南側には、ユニバーシティ・フォーラムという広場があり、その周りにはキャノン記念デイハイドー、ゴットワールド科学センター、及びハイルマンセンターがこの広場を取り囲むように立つ。このか、ウェサンプトンサイドには、入学事務局、社会人、継続教育部本部、学生保健センター等の施設や、 ハーネット美術館、キャンプコンサートホール、ジェンキンス野外劇場といった芸術施設が建っている。そして、キャンパス南端、ウェサンプトンウェイとリバーロードに挟まれたエリアには、ユニバーシティフォレストアパートメンツという学生用のアパートが立ち並んでいる。リッチモンド大学はメインキャンパスのほかリッチモンドのダウンタウン、バージニア州会議事堂や視聴者にもほど近い。 ブロードストリートとセブンスストリートの角にダウンタウンキャンパスも有している。ダウンタウンキャンパスは、それ以前にはフランクリンフェデラルセービングスローン銀行の入っていたビルの1階に入っており、5000平方フィートのスペースを有している。このダウンタウンキャンパスは、同学の学生、教員、職員、卒業生、及び地域社会が、 学びの場を共有することを目的に設けられており、同学や地域社会が主催する講演や展示会など様々なイベントに使われる。ボートライト記念図書館のシュロー・リッチモンド大学は、南部大学学校協会により、準学士、学士、修士、及び法務博士の学位を授与する高等教育機関としての認定を受けている。学部においては、 大規模な総合大学における1から2年次生向け科目のように大教室でティーチングアシスタントが教えている講義は皆無で学生体教授の人数比は8、1、クラスサイズの平均は16人、全講義の70%は20人以下の学生数で行われているというリベラルアーツカレッジの特徴とも言える少人数性教育を徹底して行っている。リッチモンド大学は 夏季の産学部を有している。これら産学部が提供する専攻プログラムの数は60以上に上る。教養学部はリベラルアーツカレッジであるリッチモンド大学の中核となる学部である。学部の新入生は全員、まず教養学部に所属し、同学での学びの基礎となる力を身につけることを目的とした一年次セミナーを受講する。一年次終了後、約三 5の学生は、教養学部に残ることを選び、同学部の22部門、もしくは10の学際的プログラムの中から選考を決定する。ロビンズ経営学部は、経営学士及び経営学修士の学位を授与している。学部課程では、会計学、経営学、及び経済学の3選考、企業化教育副選考に加えて、財務、マーケティング、 国際経営学等の集中研究領域の核、プログラムを提供している。教養学部に入学した新入生が経営学部生となるためには、経済学、会計学、及び数学の基礎的な科目を含む12単位を修了し、GPA が2.7以上である必要がある。また、他大学から2年次もしくは3年次に編入する学生に対しても、 同等の要件を課している。ジェプソンリーダーシップ研究学部の校舎ジェプソンリーダーシップ研究学部は1992年に創設されたリッチモンド大学の歴史の中では比較的新しい学部である。同学部ではあくまでもリベラルアーツの基礎の上に立ったリーダーシップ研究、リーダー養成教育を行っている。 教養学部に入学した新入生が同学部制となるためには、所定の科目を含む12単位を修了している必要がある。加えて、リーダーシップ研究専攻で学位を得て卒業するためには、専攻科目の GPA が2.0以上、かつ全科目が C 以上の成績でなければならない。加えて、リッチモンド大学には、ロースクールもあり、法学修士及び、 ホーム博士の学位を授与している。また、同学には成人して、一旦社会に出た者に高等教育の機会を提供する社会人継続教育部も設置されている。社会人継続教育部には20から65歳の幅広い年代の学生が在籍している。リッチモンド大学はヒドンアイビーの一つに数えられ、US ニューズ ワールドレポート紙が毎年出している大学ランキングでは全米のリベラルアーツカレッジの中で25以前後、もしくはそれ以内に入る評価を受けている合格者の中間50%は GPA が3.68から4.00、殺クリティカル、リーディングとマスの合計点が1600点満点中1370から1500点となっている。アクトでは 36点満点中31から34点となっている。例年、志願者数に対する合格率は30%前後にとどまる。バージニア州の総壁をなす名門州立大学であるバージニア大学及びウィリアムメアリー大学に加えてボストンカレッジやジョージタウン大学がよく併願される。リッチモンド大学のスポーツチーム。 スパイダーズは、下記の通り、男子7種目、女子9種目で競っている。このうち、フットボールチームは、NCWA ディビジョン IFCS のコロニアル体育協会に、女子ゴルフチームは、NCWA ディビジョン I のパトリオットリーグに、また男子ラクロスチームは、NCWA ディビジョン I のサザンカンファレンスに、それぞれ所属している。それ以外のチームは、 すべて NCWA ディビジョン I のアトランティック10カンハレンスに所属している。フットボールチームは2008年 FCS チャンピオンシップ決勝でモンタナ大学を下し、チーム史上を初めてサブディビジョン優勝した。かつては1968年、まだボールゲームが11試合しかなかった時代に、その一つであったタンジェリンボールに出場し、 それまで10戦全勝でこの試合に臨み、下馬評では大きく優位と見られていたオハイオ大学、ボブキャッツを下した、ということがあった。また、男子バスケットボールチームは、NCWA トーナメントへの出場回数こそ、多くはないものの、出場した時には、カイシードから、下馬評を覆す、強豪キラーとして知られている。1984年には、スパイダーズは、 第12シードで出場し、1回戦で第5シードのオーバーン大学を破った。1988年には第13シードで出場し、1回戦で前年度、全米優勝校のインディアナ大学を、そして2回戦では、ジョージア工科大学を破り、スウィート16に進出した。1991年には、1回戦で第2シードのシラキュース大学を破り、 大会史上初めて第2シードを下した第15シードのチームとなった。2011年にもスパイダーズは第12シードから1回戦でバンダービルト大学、2回戦でモアヘッド州立大学を破り、スイート16に進出した。ありがとうございます。